こんにちは。ジョージ石渡でございます。お彼岸の最中でございますけども、皆様いかがお過ごしでございましょうか。本日はお二人のゲストをお招き申し上げておりまして、お一人は、松本都先生という82歳のおなりになる、イタリアを中心に世界中でオペラを歌ってきたオペラ歌手、声楽家の先生でございます。今お写真に出てる右側にいらっしゃるのが先生で、このお姿で82でございます。考えられませんよね。で、その隣にグリーンのカーディガンを召されてるのがもう一人のヒーリングシンガー、ココリさんでございます。で、ココリさんはご両親様が著名なシャンソン歌手で、彼女も、ヒーリングシンガーとして、お歌いになってる、ご活躍されてる方でございまして、私はココリさんが小さい頃から成城にお住まいだったんですけれども、彼女がまだ小学生の頃に、お父様のシャンソニアでシャンソンを聴いた後に、お母様のお車で成城のお宅に行って、小学生の小さいココリちゃんを見ながら 翌日に大手町のオフィスまで出たというような経歴の、本当に長いココリさんとはお付き合いの間柄でございます。で、先生ともですね、先生は本当に世界的な著名な声楽家でいらっしゃいますけども、オペラをイタリアを中心に世界中で、南アフリカでもお歌いになっておられるという大先生なんですけども、先生ともですね、私も歌を歌ってるもんでございますから、先生に出会って、で、先生にご挨拶をした後、先生のお宅が品川にあったんでございますが、品川にココリさんをお連れして、先生にボイストレーニングをしていただいたと。それが縁でココリさんは大先生に 発声を習って、で、それが縁で、ニューヨークのカーネギーホールの大ホールを満席にして万来の拍手をもらって、今も今年もまたカーネギーホールにご出演が決まってるという、ヒーリングシンガーでございます。次のお写真出ますでしょうか。先生のお写真でございます。先生がこれは CD のジャケットにあったのそうでをす。私が写メしてですね、ここにお出ししてるんですけども、先生がおいくつですかと申し上げたら、40代の終わりじゃないですか40ね。代だそうです。はい。すごいネックレスとすごいイヤリングをされてらっしゃいますけども、40代、先生は今御年82でございますが、武蔵野音楽大学の教授でいらっしゃいまそうす。です。で、もう一枚、お写真ございまして、これは「一筋に」というはい、CD のが出てる時の先生でございます。先生、これはいつ頃ですこれか？は喜寿の時、77おお、歳を77経の験して、喜寿でございます。私は歌一筋に、本当に声、本当の声を知りたい知りたいと思ってやってきた思いの、世界4カ国語のあれですかね、 CD だと思います。はあ、4カ国語の日 CD。 本とはい。イタリアとドイツとフランス、スペインも入れてた、もしかしたらもっとある。はい、わあ。はい。先生は、50年、武蔵野音大を出て、23でイタリアにお渡りになって、ローマを中心に世界中でオペラを歌ってた大歌手でいらっしゃいますんで、50年間、コロナ禍になるまで、2020年まで、ローマにお住まいになられて、お嬢様、お孫ちゃまもまだイタリアにおられるんですけれども、コロナ禍があってイタリアが一っ子一人いなくなった折にですね、日本に帰ってお見えになられて、あれ以来先生お帰りになってないんいえ、ですよ。私その前から帰ってたんですよ。大学の仕事ができましたから。だあけどイタリアにもうちがありますから、まあ、はだいはい。こう行ったり来たりしたの生活してましたのが、コロナでできなくなっちゃって。はいあら、そうですか。はいはい。その後先生、コロナって5類になって、今マスクも自由でやらなくていいよって言ってるけども、イタリアにお帰りになられたんですか？いえいえ、帰っ帰てっない。てません。なぜかというと、はい。1年半ちょっと前に私コロナになったおかげで、その後後遺症がひどくて命を失いかけたもんですから、結局まだイタリアには行ってないです。先生、コロナになったんですか？はい、そうです。
どんな症状でいらっしゃいました？いや、何にもないですよ。私とっても元気で、でレッスンして、その時に私はうっかりとこの生徒の口の中にちょこっと指一本ここんとこ気をつけなきゃっつって、はい、その後でアルコール消毒するのを忘れちゃったんですよね。夢中になってて、そしたらその夜その生徒から電話かかってきて、先生私コロナだそうですって言ったら、うん、その時やってた伴走者も私もそのアコール日に見た生徒もみんなコロナになっちゃった。はい。コロナって先生今でこそですね、はい、あんまりニュースにも新聞にも書かないですが、はい、2020年が一番たくさんの人が亡くなったりです、ねしてますよね。でも私すぐ治ったんですよ。あ、それはお医者様がおっしゃって、私は実はそれでちょっとコンビニにね、ホテルの下にあるところに行って、そこで急にあれと思った瞬間に私気を失って頭をガーンと打って、その大理石の上で倒れてましたから、下手したら頭割っちゃったの。割っちゃった。そうそう、血が出た。それで私は覚えてないですよ。でちょっと暗いとこだったから分かんなくて、ビルの管理人の人がそこに血わーっと流れてて、私が倒れてたから分かった。それ1年半ですか？はい、この間。はい、うわ、それで本当に私はもう自分でも分かりましたね。あと2日3日で死ぬんだなっていう気持ちで、うち帰りたい、うち帰りたいってひたすらに思ってた思いで、お医者様がもう返してくださった。返してくださった。はい、もう諦めてました。だって先生イタリアからお帰りになられたらお嬢様いらっしゃらないし、ええ、お一人一人で住んでました。で先生お帰りになられて、お一人でまた そんなお具合悪いのにお住まいになったんですか？いえいえ、ずっと入院してて、その後帰りましてからは、私の妹が自分の家を捨てて横浜にあったんですけど、6ヶ月間私ちょっと大きいベッドでね、クイーンサイズで私の娘たちが来た時に親子3人寝るようにって大きいベッドだったんです。そこに私、そうだから、そこに私寝てましたから、妹は何があっても困るって、ほら私危篤状態だったから、その日から6ヶ月間ずっと一緒に寝てくれて、はい、もう6ヶ月間、はい、お妹さん、はい、だからその旦那様も偉いでしょ、私の義理の弟ですけど、もうみんなすごくいい心を持った家族がいたんで、はい、甥っ子も姪っ子も全員素晴らしい人です、はい、でも先生その頭を打ったら一発で、後頭部打ったら即死ですよね、血がそんだけ出たら、この後頭部じゃなくて骨斜めの上、ここを切ったらしくて、誰とも知らずに救急車で運ばれてすぐ広尾病院で手術して、で入院させなきゃって言って調べた時に、あらこの人コロナだって分かる。心筋症、私心筋症持ってますから、コロナってその人の持ってる持病をね、はいはい、襲撃するんですってね、うん、だからあっという間、私は何にも苦しんでないです、倒れた時は。目を覚ましたらコロナだった。はいはい、包帯だらけだねって感じ。いや、うちの親戚もですね、畑勤総理大臣の長男坊が畑雄一郎というのが長男なんですが、彼は国土交通大臣もやったんですけど、やっぱりコロナになって自宅から秘書がですね東大病院に連れてったんですね。で東大病院に着く前に、秘書が先生先生って言ったけど返事がないと、うん、そしたら畑その国土交通大臣が来る、勤さんの息子が来るっていうんで、院長先生たちもですね、うん、玄関に待ってたらしいんですよ、はいはい、それで返事がないって言ってそこで死んでたんですね、で念のためにって言って入院してベッドに行って調べたらコロナだったんですよ、うん、そうなんですよ。それでりこちゃんね、3日で亡くなっちゃいました。それは何でかって言ったら基礎疾患をいっぱい持ってたんです。糖尿、高血圧、高脂血症、そういう仕方は危ない。そうなんですよね。あ、先生それはようございましたね。でもまた今すごい流行ってる。そうだけど今度のは熱が出ないんですって。だからわからない。今朝テレビで言ってましたね。すいません、次のお写真もお出しくださいます。これは先生あれですよね、はい、私が聞かせていただいた清井町サロンホールというホールがあって、これ素晴らしいホールなんですけど、
私は先生のこのお衣装のピンクのお衣装がとても好き で、そうでこすれはか。私がお撮り申し上げた写真なんですけども、先生の歌はすごかったですそうね。ですか。本当にすごかった。紀尾井町サロンホールというところのを持ってるのが名古屋にある安藤証券の安藤さんという方なんですが、安藤さんはオペラがお好きで、オペラを慶応の仲間たちと歌ってらっしゃいますよね。そうです。この写真はいい写真でした。次の写真はいかがでございましょうか。すいませんね。あ、これ先生のプロフィールですよ。あ、そうですね。これ少し先生長いでね、すね。ゆっくりちょっと流してくださいますか。これ先生長くてちょっと字が読めないんで、先生要約し私て。の経歴ですか。そうです、経歴よ私、ろしくお願いしじまゃあす。手短に、どうぞ。いわゆるプロフィールっていうのですね。はい。私は奈良で生まれました。奈良で。でも本籍はうちの父は静岡です。お浜岡カントリーっていうゴルフ場がある下で御前崎市なんですけど、お、はい。今度南海トラフトが来たらいっぺんにお、やられるとこですけお、どはいも、はいはい。はそこで生まれて、うちの父は銀行員でしたから、い。転勤族で、はい。もう日本中いろんなところの小学校、中学校、高校行っております。はい。それで、ですから大学、武蔵野音楽大学受けた時は函館にいたもんですから、私函館にはもいらした函んです館出か。身って書いてるものもいっぱいあるんですけど、違うんであ、す。違うんですか。それで、武蔵野音大出て、専攻科出て、それからコンクールに、その間に日とか日本音コン、いわゆる毎日新聞たらはい、けやってはる、い。あれに通ったりして、それで私はもう幼稚園の先生になるのが夢だったんですけども、なんかコンクール通ったことによってプロに押し出されるように、こう外国の派遣コンクールと行かなきゃいけなはくい。てね。それで行って、家族も私も全然考えもしなかった道に行ったんですけど、それからあちらでお仕事ができたので、ずっとあちらで歌っていまして、はい。それから時々日本に帰ってきて、お仕事で歌ったりしております。で、いわゆるビクターからいろんなとこからから24枚ぐらい指示出しております。なるほど。それと、プロフィールの最後に申し上げなきゃいけないのは、何でしたっけ、紫綬褒章と旭日そう緑そう、す綬ごいですよ褒ね、お章、二人もあね。れいただいております。国家資格、あ、国家から勲章、褒章って、これは皇居で頂戴するんですか？そうです。二度。そうです。すでごもいね、2度な。目の時は私ね、大変失礼だったんですけど、体の調子が悪かったので伺えなかったです。旭日小綬章。そうですか。そういう先生はオペラ歌手、声楽家であると同時に、日本国家から2回の叙勲もされてる大先生でいらっしゃいます。そうだ、ローマを拠点にヨーロッパ、アメリカ、それこそ南南アアフフリリカといろんなとこで歌っておりました。私はフリーでやってましたから。じゃあ南アフリカ行ったっていうのはマンデラさんもまだ行った頃ですか？マンデラさんがね、刑務所にいて、白人の大統領が初めて歴史的な年なんですよ。会いにいらしたその年です。改革が起こる前、2前年ぐらい前です。だから私は2年続けて呼ばれて行ったんですけど、南アフリカに。2年目にあちらの方が、美和子3回目の契約が来ても断った方がいいよって内々に教えてくなんでですか？る。改革、暴走が起こるからって、もうみんな分かってる人は分かってました。これテヘランに行った時もそうでしたよ。皆さんご存知でした。パーレビーがいる頃ですね、テヘランは。私が行った時は王様の王朝の、ホールで歌ったんですね。でその時にやっぱり2年続けて行った時に、3年目来ないでいいよってドイツの方が教えてくださった。パーレビーにも会ってんですか？その時いらっしゃらなかった。皆さん、パーレビー国王ですよ。あのパーレビー国王がたまたまお都合で来れなかった、そのそう、ヨ前ーロッで、パにいらしてたの。テイラーにいらっしゃらなかった、その時は。あれシリキッドって王妃ですよね、パーレビーの奥様は。イタリアの方じゃなかった。あ、イタリア人か。ごめんなさい、イタリア人じゃないけど、あのえっとペあシリちキッらドの子人じゃない。じゃない。
ちょっと今出てこない、綺麗な方です。すごい綺麗な人ですよね。そうですか。私大統領とかいろんな方にお会いしてます。歌を歌うおかげで、はい、先生がお会いした大統領っていうのは誰誰誰ですか、思い出すだけで。私ね、コロナのね後遺症があってね、ちょっとね記憶障害が少しあるんです。 だからね時々ポーンと忘れちゃうんですけど、覚えてるのはね、非常に覚えてるのはピノチェって言います。ピノチェ、うん、ピノチェ、ほらあれだ、チェコだ、チェコじゃない南米の、ピノチェでしょ、はい、大統領ね、はい、そうです、追放されて。あの人も有名ですよね、はい、あの方がいらっしゃる日に私39度の熱で気管支炎を起こしてたんですよ。でもいらっしゃるからっていうんで、まあ、私たちはある程度のテクニックがあるので咳が出たって歌えるんです。でお医者さん付きで歌ったんですけど、ピノチェが楽屋にいらして、あなた今日リンスあるんですってねって、私のためだったらいいから今すぐホテル帰ってくださいって言われて、一幕でね終わりになっちゃったの。心配してくだすって、とてもとてもとても優しい目をしたおじい様でね、将軍のような格好、おじいさん、お年召してらっしゃいましたよ。そうでございますか、そうでございますか、はい、はい、ご活躍されてたんだな先生はね。次は何のお写真が出ましょうかね。お願いします。赤トンボ、サンティアゴだ、違う、サンティアゴ、うん、だと思います。そうですか、うん、サンティアゴ、うん、あ、そうですか、ピノチェ、ピノチェ、あ、そうだ、そう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 、あの人すごい有名な、そうです、あの独裁政治、ね、独裁政治、独裁政治、そんなね、そんな風に見えなかったですね。次、あの先生のお歌が出てくるかと思います。あ、そうですか、のでお楽しみくださいませ、はい、先生何を歌い、たくさん歌ってらっしゃるからな、うん、私は日本のなんか歌曲か日本の皆さんが知ったのが流れてきたら嬉しいですね。私はね、本当はオペラ歌手って言われてますけどね、もともとは歌曲とか宗教曲が好きで、その勉強に行ったんですよ。そうですか、うん、そうですか、はい、お願いします。あ、懐かしい歌だな。ですね、いい歌ですよ、ね、ありがとうございます。素晴らしい歌をご披露くださいまして本当ありがとうございます。先生の お話はいろいろ賜りたいので、今は動画を流していただきましたけども、次の お写真もお願いしたく思いますので、あ、これはですね、ココリさん、ヒーリングシンガーココリさんです、はい、これはココリさんさ、はい、いつ頃の写真、あ、今、はい、この間つい2ヶ月くらい前の、あ、素敵な、ね、お写真です。あなたもだけど還暦になるよね、そろそろ、今なった今、いえ、まだ50何なんでもうすぐ58です。これ皆さん見えますか、若いですよね、57に見えますか、信じられないな、お綺麗だね、ありがとうございます、素敵素敵、すごい素敵、
ココリさんってすごいご経験してるよね、いろんなことね。はい。で、私はココリさんがちっちゃい時にも本当に小さい時から知ってるんだけども、はい、この次の写真もココリさんの、これはどこだと思いますかね。カーネギーホールですよ。カーネギーホールの大ホールでココリさんは昨年度2023年の何月だっけ、あ、10月の2日です、ね、10月に、はい、彼女たくさんのファンがいるんで、ファンの方がカーネギーまでホールまで舵を取ってココリさんに来ていただいて、あの素敵なふわっとしたドレスを召されてカーネギーホールで歌われたというとんでもない、ヒーリングシンガーで、これは、はい、お得意のシャンソンだったんですか。いえ、これは私が自分で作ったシン、はい、作詞作曲のありがとうっていう歌と、ありがとう、はい、あとおめでとうという歌で、ありがとうっていうのは、はい、この後に出てくるかと思うんですけども、音源はあるんですかね。 あるんですか、はい、で、こちらのカーネギーホールなんですが、はい、カジキズアーティストショーというショーに出させていただきまして、はい、花と芸術の祭典ということで、はい、日本の文化を世界にということでやってらっしゃる方のですね、そのショーに出させていただくというような形で、突然カーネギーホール行きませんかっていうお話をいただいて、すごい話だよね、もうびっくりしながらも、ぜひじゃあそんな素敵なところで歌えるならっていうところで出させていただきました。あれ、大ホールって何ぐらい入るの？そうですね、私のホールは大ホールではなかったんですよ。だからその時は満席で300人ぐらいのホールでした。でも300人もいるんだ。はい、ニューヨーク在住の方ですとか、国連の関係の方ですとか、新聞社の方とか、そのような形で、はい、満席、毎年やってて、その時は11回目、今年は12回目になるんですけども、はい、もう本当に皆さんが楽しみにしているというイベントに出させていただいております。の時の記念写真あれはね、はい、そうです。ああ、そうですか。ここでお歌いになってる音源はないんだと思うんだけども、はい、そうなんです。カーネギーホールってもう録音したり写真撮ったりっていうことが、もう勝手には撮らないでくださいというところでしたので、私も外でこのような形で写真は、はい、撮らせていただいて。だけどさ、はい、ココリさんがお歌いになってるお歌があるじゃない、はい、なんていう音だっけ、ありがとう、ね、ありがとう、はい、ありがとうという音源は出ますか。ありがとう、ココリさんのお歌を聞いていただけたら幸いです。そうですね、ちょうどハワイで撮った時の映像の、あ、はい、ありがとうか。はい、そうですね。
フェスティバルなんですね、今のはね、はい、そうなんです。このありがとうって大変素敵な歌なんだけど、はい、これはあのココリさんの作詞作曲ですか？はい、あの私が作詞作曲。ピアノって誰ですか？これはピアノはあの丸山和則先生と言いまして、あの、はい、私のね、その父と母がやってたお店でピアニストをそのされてた頃から、そうだね、私一緒にカナダにも旅行に行って、あの、あのカナダでのねコンサートでもあのお世話になってる、あの今は国立音大の教授をされていて、あ、僕はよく存じ上げてる、はい、だってお父様のさ、ね、あのシャンソニエには毎晩僕行ってたじゃん。そうですよね。その時のピアノ伴奏が丸山さんだよね。はい、うん、ええ、そうですね。そうか、丸山さんのピアノ伴奏で、うん、ココリさんとお母様がお歌いになった時もありましたよね。はい、あれも丸山さんが伴奏だよね。そうです、そうです。下北沢でやりました。そう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 、はい、あれもね、お母様がおられたら、あの、あるいはこの番組をお母様がご覧になられたらお喜びになるし、はい、お父様も僕の学校の先輩だから、でお父様に連れられて1974年、昭和49年にお父様に連れられて、お父様がお親しいジルベール・ベコーがオランピア劇場、パリのオランピア劇場でワンマンショーをやってる時にお連れいただいたんです。あ、そうなんですね。その時にお母様に、お母様は、昭和11年11月11日生まれだから、そうなんです、すごいんですよ、そうなんです、あのお父様と2歳違いだよね。そうですね。でエルメスのスカーフを僕が買って、はい、お母様にプレゼントしたんです。はい、ありがとうございます。あれは本当にね、お父様にお連れいただいたんでね、オランピアにベコーがお父様と私のためにですね、お父様のためにだな、お父様のためにベコーがオランピア劇場のステージの上に山台を組んで、うん、そこであのお父様と僕がベコーの背中を見ながら聞いたんです。はあ、あんなことありえないよね。ベコーもすごい、席がなかったので用意してくださったよ、ね、すごいよね。それでそれ終わったら誰もいれないでですね、楽屋にベコーが呼んでくれたんですね。ベコーってガイアって息子がいて、はい、あのお父様もすごい親しいじゃん、ベコーと、うんうんうん、で、楽屋で僕はパリの市内で買った LP に2枚にサインしていただきました。ああ、そうだったんですね。素晴らしいな。ベコーもお父様のシャンソニアもベコーも来たし、レオフェレも来たし、うん、アズナブールも来たし、はい、もう来てない人いないですよね。ジャクリーヌ・デュラクというですね、はいはい、女性の歌手がレストランで歌ってる時に、うん、お父様と行った時にお父様を見つけて舞台から降りてきて握手してましたよ。びっくりしちゃった。どんだけ有名なんだろうと。でしたよ。はい、はい、私のプロフィールがまだ、プロフィールがあの出てきますか。おお、これだ。お、ちょっとほら字が切れてるけども、はい、ちょっとお話しくださる。はい、ありがとうございます。あのヒーリングシンガーココリと申します。あのこの間ね、そのホノルルのフェスティバルに出まして、あの、まあ、ニューヨークもというところで日米国際親善文化大使という称号を、はい、いただきまして、あの本当に平和のために歌いたい、世界に向かって歌いたいというそのね夢がなんかスルスルスルってこう叶っていくようなこと、不思議なことが起こって今ねこのようにやっておりますけれども、はい、あのあとはね開運コンサルタントですとか、開運、はい、あのスピリチュアルの、 あの講座のね講師をしたりとか、あとはヒーリングですね、ヒーラーとして、エンジェルヒーラーとして活動をしております。ずいぶんいろんなことされてるのね。はい、あのね、コンサルタントはやっぱり私自身が全然自分があのもう自分に自信がなくて、はい、あのどうやって生きたらいいのかなっていうところから、うん、自分で開運というところをね、あのいろいろ勉強しまして、うん、まあ、本当に宇宙法則みたいな、ね、ものを勉強していって、初めて、あ、こうやってあの成り立ってるんだっていうところから、あのもう自分らしく本当に恐れをね抱かずに生きようって決めたら、うん、そういう風な、まあ、奇跡が起きたので、皆さんちょっと特に日本人の女性って我慢しちゃってる方、うん、ずっと自分を押し殺して人のため人のためって生きてらっしゃる方が多いので、うん、はいはい、ぜひね天命を開花というかね、自分が何のために生まれてきたのかなってところをね、うん、思い出していただくというところでコンサルタントをさせていただいております。
高波動写真家でもこういうね、あの虹のような光が、これ本当の虹なの、はい、そう、これ虹が出てたわけじゃなくてですね、あの私がプロフィール写真を撮りに行きましたら、はい、もうここでいっぱい皆さんデートとかされてる東京駅のすぐ近くの場所なんですよ。あの美術館です。三菱社の美術館のとこですね。あ、丸の内のね。あ、丸の内の、はい。三菱1号館の美術館があるとこだ。そうです。あそこで写真撮ったら映っちゃった。そしたら光がピカーって差してきたんで、まあ、私はそのポーズをこうちょっと撮ってたらこんな写真が。誰が言ってもこうなるわけじゃないでしょ。あなたがいらしたからでしょ。だってさ、先生のお宅にさ、そう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 、すごいことが。小堀さんが行った時も、なんかああいう、あのね、写真を見せてくださったの。そこにやっぱりすごい光が入ってたので、それを小堀さんが、これはね、アマテラスオミカの光なんですよって説明してらっしゃって、その名前が出た時にその日曇りだったんですよ、はい、でうちのリビングのテーブルの上でその写真見てたら、そこに窓からふわんってすごい光が、ああいう光が、まあ、すっごい光でした。稲妻のようななんかピカーって白い光が。それ何、あの本当に見えたの？二人で、いや二人っていう、もうすっごかったです。そんなことあるんだ。本当に不思議でしたね。アマテラスオミカに残り光が来た時にピカーってそうですよって言ったり。僕不思議なんだけど、先生も小堀さんも、うん、そういうなんかスピリチュアルを感じるんだよね、お二人は。いや、まあ、小堀さんはそう、私は別に感じ、でも私も感じました。先生もそうですよ。 いや、まあ、いつも感じてるんじゃない。先生だってさ、光のお話をしていただきたいんだけど、あの光が見えてるから。あ、はいはいはい、私もあれ不思議だったんですけど、はい、実は、まあ、私は大体歌手になりたいなんて思ってなくて、そんな才能あると思ってなかったから、はい、ただ声ってなんだろうって一生懸命勉強してて、運が良かったこともあって、まあ、努力したこともあって、あの歌手になりましたけど、はい、でオペラの世界って私は見るのは好きだけど、自分はやるのは恥ずかしくて嫌だったんですよ。なるほど。それが無理やりオペラを歌わないと声も育たないよってイタリアの歌曲の先生から言われて、無理やりオーディションを受けさせられてなったんですが、私がイタリアオペラを1枚の切符買うのにですよ、25時間も並んだ大学生時代1枚のチケット、はい、25時間並んでね。で、日生ではドイツオペラを呼んでたから、そこで転校してて、一晩中こう転校してるところに、そういう苦しい、すごい思いをしながら切符を手に入れたから、もう別世界の天国ですよね、うん、その世界に私、あのとてもついてたことは、国立オペラばっかり歌えたから、最初オーディションを受けて、はい、そこに勝ってご一緒、私が見たら、いや、歌ってらした方と歌えたりしてたんです、うん、で私もうびっくり仰天しちゃってね。そしてそういう私にとっては別世界だった世界が、ただただ音楽だけを追求してるんじゃなくて、はい、やっぱりいろんなこう、はぁってがっかりするような話もいっぱい、だらお金のために歌ってる人とか、ね、はい、から楽譜も読めないのにこうただ覚えてて、なんかこう本当にこの人もあってもいいような方がいらしたりして、はい、私の夢がガタ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 って決めたから、なんか嫌になってしまって、はい、いつやめようかな、オペラはって、やっぱり歌曲の世界と宗教曲の世界に戻りたいって思いながら、はい、でもマネージャーがついちゃうと、やっぱりお仕事を取ってきてしまうね。ルーティーンでこう次から次とお仕事決まっていくわけですよ、2年3年でね。そうすると迷いながらもやっぱり歌うからには一生懸命勉強してやってるでしょ、はいはいはい、その一つとしてドイツのカールスルーエってベンツができた、そこのカールスルーエ、カールスルーエって最高裁判所のある、どこですか、シュットガルトのすぐ近くです。カールスルーエって、場所は、まあ、とてもあの大事な都市です。そこで、あのベルニのシモモボッカネラ、ネグラ、うん、それをですね、日本は日本語で歌ってました当時、うん、イタリアはどの国の言葉でもみんなイタリア語で、うん、ドイツはどんな国の、このベルディでもあのドイツ語で歌うって、そういう風習だったんです、世界が1970年代の初めの頃ね、うん、でそれを一生懸命30章ドイツ語で難しい30章をね、うん、やってる時にですね、8月でした、
シーズンオープンのためにやってたんですけど、うんうん、歌いながらですよ、上からねこのぐらいのね光の刀なんていうの柱ちっちゃな先生が歌いながら、はい、歌ってるのに上から体の中をあの練習ですよ、リハーサル、シャーンと体中突き抜けてったの。それを感じたんですか。はい、もちろん。それでもう何とも言えないすごい白の透き通なんて言ったら輝くようなものが体の中突き通ってって、そこに言葉が残るんです。言葉が残ってね、私は歌ってるんですよ。やめてないんですよ。ドイツ語で。はい、はい、なのに自分の中に残ってるのが感じてるわけ言葉で、はい、はそしたらねそこにねあなたは何を迷っているんですか、うん、あなたはあなたの音楽をやればいいだけの話っていうような意味のものが残るの。うん、それか私はあれこれは神様の啓示なんだなと思って、あそうなんだ、そういう私がいろんなことを考えたことは三次元の低い次元のことだから、うん、私は私に与えられた、この世に生まれてきた務めだと思って、うん、もっともっと修行していい歌を歌っていけばいいんだってその日から一切迷わなくなりました。はい、すごいご経験ですね。はい、あれは本当に不思議です。うーん、そうなんだねえ、ここりさんね、はい、すごいご経験だね。そうですね、あの先生とねお話があったのが私も光の経験をしてまして最初にお会いした時、ね、私もあの車にあの大きなね大型車に轢かれてあの17箇所骨折してこう22歳の時なんですけど瀕死の状態になった時にいきなりあのピョーンって魂ちゃんだけ飛んでいってあの自分が気がついたら空の上にいたんですよ。であのあれ何だろう、空の上に肉体がないんですね。ですごく軽くて空の上にいて、あなんでこの空の上あのすごい楽でいいなと思ったらものすごい綺麗な白い光が見えまして、見えたの自分で見えましたね。それでもう あそこに行けばいいっていうのがもう分かって、そちらの方に行っていたらあの母のね泣いた顔がわーってこう目の前に出てきたので、あ母がそういえばいたなっていうところで思い出したらまた肉体に戻ってくるというね、あの魂がこれね、はい、あなたのほらご経歴じゃん、はい、そうです ね、はい、そうなんです。ちょっと字が小さいけどちょっとさ、はいはい、あのまとめてくださらない。そうですね、あの私その、まあ、歌手の両親に育ったので、まあ、小さい頃からね、うん、もうずっと音楽を聴かされていて、うん、やっぱりあの素晴らしい方のねコンサートがあると小さい時から連れて行かれて、うん、舞台の袖で聴かせていただくような経験をして育ってました。で10あの、まあ、14年間ね幼稚園から高校まであのミッションスクールに通っていたので、まあ、朝と夕はねその賛美歌を歌うっていうところで、あの私自身はねその学校では本当にあの暗かったんですよ。両親がね夜いなくなっちゃうのですごく寂しくて、あの洋画にいたんだよね、不安で、まあ、そうですね、いたんですけど、あの時にさ、ココリさんが、はい、あのお父様お母様がお仕事でシャンソニアの、はい、での経営者でいらしたし、うん、シンガーでいらしたから出ると、はい、おば様ね、あそうなんです、預けても、預けられて、おば様がさ、はい、泣く、うん、あのココリさんとお姉ちゃまを泣くのをなだめてされてたじゃん。そうなんですね、そういう夜はずっとそういう両親いない中で育ったので、学校に行ってもなんかこう全然こう幸せじゃない自分で、こう特にねあの皆さんお嬢様ですごいね社長令嬢さんとかがお茶は今日はどちらのお家でお茶しますとか言ってるところで私だけ全然違う家庭環境でお茶ももちろん行けないで参加できないし、あの、ね、声かけられてお父様何されてるのなんて聞かれたら行けないっていうところでもう本当に隠れて隅でもうちっちゃくなっていたっていうところでしたが、今のさ、うん、あのお出しいただいたご経歴あったじゃない、あれもうちょっとご説明いただく。あ、そうですね、それで、まあ、歌をねあの賛美歌で本当癒されたっていうところありました。賛美歌なんだ。そうなんですね、私もさ、祖母の教会の付属幼稚園で毎日子ども賛美歌歌ってましたよ。そうですか。そうです、ね、だからあのやっぱり賛美歌から私の歌ってもしかしたらヒーリングシンガーということでね、そう癒しの歌を歌ってるのはそちらをずっと歌い続けていたというところとか、何ここ瀕死の重傷を負ったの、まあ、そうですね、先ほど言ったようなねその22歳で大型車に22歳、はい、はい、その時はですねあの、まあ、モデルとかね
コンパニオンとかね、そういうことをやってちょっと花形な感じでお仕事をしてたんですけれども。そうだよね、あなたね、お綺麗、今も綺麗だけど綺麗だったよね。事故に遭っちゃった後、はいはい、その後はですね、宝石彫金学院の、はいはい、もうや、あの学校を出たりですね、16カ国の旅をしたんだ。あ、まあはい、あのやっぱり外国に惹かれていろんな国に行ってみたくて行きまして、で2度離婚されてるんだ。そうですね。あ、知らんかったな。はいはい、あのちょっとね、やっぱり自分軸ってものがなく、うん、あの他人に頼って生きるしかないって自分のことを全然信じられないで、うん、いたら、やはりそれではいけないというところで、うん、あのやはりうまくいかなかったというところですね。で今あの2人のね、あの子供を育てながらのシングルマザーということで、はい、あのただね、その歌をやっぱり歌いたいんだっていうところに戻って、うん、あのいたらこう歌が勝手に降りてきて、歌詞も勝手に出てくるという。認知症のご両親、母ですね、母が介護をしてたんですね。お母様認知なの？あ、そうなんです。さ、あの3年間一緒に住んだんです。綺麗なお母様。はい、なのでその後にいろいろ、まあそうですね、今はやってらっしゃるんだ。はい、あのやっておりますが、はい、あのね、歌がやっぱり歌を歌い始めたらなんか自分がまた生き生きとあのしましたし、今はね、あの歌のことをね、あの、まあ、歌が全然得意じゃない方にも歌を歌うってすごくやっぱり、ね、そうそうそう、あの自分の声で自分を癒すとか、そうそうそう、あの発声するだけで本当に健康になって若返っていくっていうところをね、あのお伝えしたりしております。管理資格見えないよね、何でもいいけど。先生さ、先生、宇野と佐野の話って先生知っていただけません？はいはいはい、私はあの本で知ったんですけどもね、うん、ね、日本語、世界には何十カ国語ってありますよね、はい、5、60ありますよね、はい、その中で日本語とどこどこって忘れちゃったんですけど、インドネシアの辺、あの辺のちっちゃな島の方言だ、うんうん、その2カ国語だけが喋ってる時は佐野しか使ってないの。他のが外国語というのは喋ってる間は左脳と右脳が交差してるんです。で世界中が、そうです、世界の言葉が。だからでもこれってものすごい大事なことで、大事だと思いますよ。私これね、学校の教育に入れなきゃいけないと思う。なぜかというと、私イタリアに何十年って住んでまして、帰ってくると、うん、まあうちはもともとうちの母がとっても陽気な、うん、弱気だというかな、なんか物事にこだわらない人で、善人の塊みたいな感じ、クリスチャンでしたしね。で、クリスチャンですか。はい、うちは祖母の時代からクリスチャンです。はい、それで日本人の家庭とは違う、もっとおおらかに育てられてますけども、はい、けども日本に帰ってきて、いや何なのこの狭い考えっていうのは何なんだろうって考えたら、その左脳と右脳で右脳使ってないんじゃ、右脳っていうのはイメージ、そうそうそう、めきすごい大切なことでしょ、うん、感覚で、感性って右脳ですよね。そうですよ、だから右脳が狭いから、よく前例がないからダメですって日本語で言うけど、イタリアの場合だったら前例がなかったら今を前例にすればいいじゃないって、ひらめきがパパパッと湧くのが右脳なんですよ、はいはい、これとても大切なことだから、じゃあ日本人はどうすればいいのとなると、外国語を勉強して喋れるようになると右脳は一緒に働くんです。そうですか、はい、それと日本語を喋る発声っていうのをこの喉と口の中だけで喋ってると、これは健康に非常に悪い。先生がさ、僕覚えてるけど、あの先ほどの清井町サロンホールで、はいはい、オペラ歌手相手に、はい、あの発声練習を公開レッスンしましたね。あそこはね、安藤会長のね、すごいご好意で、私年間5回あそこをただで使わせていただいて。でもね先生ね、僕お写真ここ出したらよかったけど、先生の口蓋がこんな開いちゃって、はいはい、のどちんこが見えないじゃないですか。あれはこいっとこうひっくり返すと、すごいんだ、何にもないの、ボッコーンって。そうしないと日本、あ、私ね今こうやってってる時は82の声なんです。あのあれ口蓋水降りてんです。これをこうやってうっと開けると、そうじゃないんですよってこういう声なの。この声でイタリア人たちってのは、チャオコメスタイボンジョンノってやってるから歌えるんです、喋るように。全く声が違う、違うんです。で先生がね、あの時オペラ歌手を、
練習した時に原骨をこうやって、はい、この中に入れようとして入らない、はいはい、あの彼ね、はいはいはい、先生の俺びっくりしたけどさ、ここに写真をお出しした方が良かったんだけどカパーンと開いてるんですよ。あ、もう訓練です。私は最初何にもできなかった時、私の先生はスプーンを口の中に私入らなかったんですよ。ちっちゃなちっちゃな声。本当ですか先生。本当です。神様。スプーンが入らない。はい。私ね、うちの母にね、いつでもあなた蚊が鳴く音の方があなたの声より大きいっていつも言われてたんです。考えられない、今の先生からは。ちゃん、かんなかんなかんってしゃべそうすると筋肉使わないから口って開かないんですよ。そしたら私はスプーンが入らなかった。で先生怒って生卵を突っ込んだで怖いから開ける練習ばっかりして私は顎外しちゃった。先生がさ、これも先生から伺ったんだけど、23でローマにいらした頃に、まあ、そういう頃だったからしないけど、毎日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 練習されたって言ってましたよね。いや、それは私大学の1年生からです。大学毎朝6時に起きて、もう明日授業が始まるまでやってましたね。だってそれは私が何もできなかったから、劣等生でしたよ。18から先生そんなお勉強された、はい、それはそういうことをしなきゃいけないって先生に出会ったから。毎日だってよ、それ先生に、はい、まあ、昔先生に。私日に6、7時間勉強してましたね。6、7時間、はい、夜10時に学校が閉まる。私寮に入ってましたから、10時に閉まるから、お夕食の後は練習でしょ。朝は6時に起きてみんなで練習場駆け足で行って取るの。それ武蔵野音大の学生の頃。はい。いや、それはもう声出すだけが歌じゃない。私の場合は口も開けなきゃ、喉も開けなきゃって、顎外しました。顎外しても大丈夫でしたか。で私は歯が外れると、夜10時5分前に外れちゃったの。それでもって病院も、いやいやいや、恥ずかしいじゃないですか、外れちゃったり。言われば18歳の子が恥ずかしくて人の顔を見れないから、自分で無理やりうわーって入れたので、間違って自分で、はい、自分で間違って入っちゃったから初め痛かったけど、そのままにしてありますよ私。それがかえってすごい開けやすくなった。自分でそんなことできるんだ。先生のコンタクトレンズの話も面白いですね。あ、コンタクトレンズ60年間入れっぱなし。え、うん、目のお医者さんも信じないよ。でも調べたら普通の人の目よりもいいって言われたの。60年間外さない。はい、外したの2ヶ月ぐらい。寝る時も何する時も入れっぱなし。ココリさんは裸眼？私はあのコンタクト、目が悪くなりすぎて、あの目の手術をしたんですよね。あのこういう怖かったです。でもそれから良くなりました。はい、うん、入れっぱなしでゴミが入ったらちょっと出して、バンと生ってまたポンと入れてたんですけどハードだったからすごい。そうなん、手術したの、うん、あ、はい、そうですね。もう 0.00 何みたいな感じで、もうほとんど危ないみたいな感じの、もう目の視力になってしまって、であの眼鏡をかけるともう牛乳瓶の底のこう、ね、目がちっちゃくなっちゃって、なんか眼鏡もでコンタクトも痛いので、だんだんこう疲れてきてしまって。だってお母様はさ、眼鏡もかけてないし、コンタクトも打ってないじゃ ん、母はお父様は眼鏡かけてたよね。だけどそんな悪くないでしょお父様。はい、だからあの、ね、スピリチュアル的に言うと、あの目が悪くなるってことは、あの見たくないものがあるときは目が悪くなるっていうことなので、なんかこうその小さい頃にこうね、あのいろんなもう思いをしたので、そういうことでだんだん悪くなっていったのかなって思うんですけど、今は大丈夫ですね。そうなんだ、はい、私も生まれつきのドキンが。あ、そうなんですね、うん、今日は先生お忙しい中このお盆の最中に、ココリさんお盆の最中にこの浅草橋の鳥越あずり FM のスタジオまで来ていただいて、あそこに見える鳥越神社のイチョウの緑を見ながらして今日放送させていただいたんですけど、本当に今日は先生のいいお話、ココリさんのいいお話を賜って MC としては大満足でございますので、感謝ですね。本当にご両人様に感謝です。もうあと少ししかお時間がございませんので、感謝を添えて
今日 お帰りも気をつけてお帰りになっていただきたく思います。ありがとうございます。ありがとうございます。この放送は2週間後に FM にじゃない YouTube に載りますんで、私もそうですけどご両人様も2週間後に FM のを YouTube にを見ていただくと載ってますのでお聞きくださいませ。ありがとうございました。はい、どうもどうも、どうもありがとうございました。ありがとうございました。